どうも大ちゃんレベです。今回ですね、サムリッチェ、ウルファン VS AC 東京の試合を見てくると思います。で、今から、アスラムラインに行って行ってみたいと思います。では、行ってきます。なんか人多いですね、ちょっと今日何を撮って。いや、まあ、今日、青向こう AC 東京のトラックがありますよ。テーブルがちょっと僕はちょっと後で編集でズームしてやりますけど、今日は相手AC東京ということで、まあ、まあ相性はいいと思うんですけど、まあ、前半戦負けてるんでね、まあ、今日はちょっと勝って残留決闘ですね。はい、まあ、今日はお隣には FMX さんがいますので、まあ2人で応援して頑張りたいと思います。今日ですね、FMX さんも、ちょっと気合が入っているということで、はい、ユニフォームの方はジャージャー今顔入ってる。いや、ズームで何かすんで、はい、じゃあ絶対勝ちにさん取り行きましょう。本日は井川のさんです。どうもこんにちは。顔の長さがサンダルと同じ30センチ、あなたの人生をちょっとそ長くするコロンでございます。ありがとうございます。すみません、いつもやりたいんですけど、はい、ありがとうございます。今日は、サンレッジと、対戦ということで、はい、サンレッジの印象は、いや、正直なんですけれども、やっぱり CD とか在籍されている選手の個々の力を考えても残留争いされるようなチームではないんじゃないかなという思うので、今日の対戦というのは本当に怖いですし、頑張って勝ち点を取りたいなって本当に強いチームの印象があります。広島、はい、広島、そうです。ちょっとまだそんなにいろいろ観光ができてるわけではないんですけれども、まあ、非常にこう雰囲気もですね、このスタジオの周り空気がすごく広いし、はい、人々も温かい街かなと思っています。本当に今ちゃんと思います。はい。ありがとうございます。注目の選手とかそういうのは、注目の選手とかは、はい、大丈夫です。ありがとうございます。注目の、広島の注目の選手。ドラえもん、ドラえもん。広島、FC東京つながりというところもあって、向原選手、前節のパトリック選手のゴールアシストもされているので、向原選手の活躍というところにはちょっと対戦相手なんですけれども、注目したいなと。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。残留決定。はい、ご覧の通り、サンリッチが2対1で勝ちました。甲府が引き取ったことにより、サンリッチ J1 残留決定いたしました。ということで、今からホーム最終戦セレモニーに始めます。近づけなくていい。昨日からの癖やってるんで、それが。ので、じゃあ、ホームゲーム最終戦に伴う。帰宅しました。今日の試合はですね、前半の終了間際に、昴生選手が、柴崎昴生選手が、1点を決めて、でそこから後半は、1回同点に追いつかれるんですけど、稲垣選手の、ミドルシュートといった形で決まって、J1 残留にふさわしいサッカーを、したなと思います。で僕も、応援して、もう悔いのないように応援して、J1 残留が決まったようです。小波論さんとの、共演も、非常に、楽しかったです。はい、また、来年サンリッチェの動画上げると思いますけど、その日までじゃあのー